こんばんは。こんばんは。あ、その前に皆さん、いいかな、全然見てないかも、まだいますね。はい、皆さん明けましておめでとうございます。イエーイ、2024年初めての配信です。お願いします。明けましておめでとうございます。明けおめは配信でまだできてなかったので、やっぱり挨拶しないと明けないから、ここだけ2023年が続いちゃうから、それだけはちょっと時代に乗れてなくなっちゃうので困るから、明けましておめでとうございます。遅くなりましたが、本年度もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、明けましたね、年が。2024年一発目の配信なので、やっほー。はい、お、切腹さんありがとうございます。そして、お、切腹さんミラーボールまでありがとうございます。ね、ずっと回ってるやん。ね、明けましておめでとうございます。そう、なんか昨日が公演始めだったから、そこでは明けましておめでとうございますっていうのをしたんですけど、配信は初めてやん、開けてなかったからさ。やっほー。ユンユンさんありがとうございます。あ、え、嬉しい、新成人おめでとうございます、ありがとうございます。イエーイ。なんかじゃないや、今日は私今年で20歳、今月で20歳になるんですけど、今日は成人式の方に行っていました。なので今日は振り袖も着させてもらっていただいて、髪の毛もしてもらって、はい、式をマリアさんとユエルさんとくるみさんの4人で行かす、ね、神社に行かせていただいたんですけど、なんだか不思議な気持ちになりました。なんかどんどん早い、コメントが早いね。え、なんだかね、不思議な気持ち、今冷静になって考えたら不思議、冷静に考えなくても不思議だけども、なんだろうね。そう、何から話していいのか分かんない、なんだろう。そう、今日はだから成人式がありましたっていうお知らせと、昨日はチーム H に昇格させていただいて、あ、待って、中吉が出た、待って、これ1年経ったってことですか。 RKP さんありがとうございます。え、去年も した気がする、なんかずっと今日が出るみたいな、でいっぱいあんまいいのが出なかったのは去年ですかね。あ、ビンバーアットマークリン家族さんもありがとうございます。去年か、早っ。そっか、今1年経ったんだって思ってびっくりしちゃいました。すいません、戻りますね。で、昨日はチーム H に昇格させていただいて初めての目撃者公演でした。なので私にとってチーム H としてのチーム H としての初の公演だったので、初日でした。めっちゃ緊張しました、なんだかね。
いかがでしたか？そう、昨日が初めてチーム H としての公演だったんですけど、すごい緊張しました。なんか見に行くよって言ってくださってた方もね、いらっしゃったのでね、顔を知っている方たちがいてくださるのすごく安心しました。ありがとうございます。太陽さん、ありがとうございます。たけさん、アットマークひいこぱんさんもありがとうございますね。なんかそう、ここ最近でいろんなことがありすぎて何から話していいかが分かんないんですけど、何だろう。そう、まずはでも昨日ね、あ違う、その前に年が明けました。新年じゃないですか。で、そうね、でもまあ昨日が最初かのチーム H の目撃者公演が最初だったので超緊張した。めっちゃ緊張した。しかもちょっとあれだったじゃないですか、公演があれお正月だったからしばらくなかったじゃないですか、公演自体がね。だからちょっとだけ公演も久しぶりな感じだったから、それもあったんだと思うんですよね。そう、久々の公演だったっていうのもあるし、プラスそのなんだろう、自分が昇格させていただいた初日の公演だったから超緊張してたみたいでした。憂鬱なバラアットマーク孫民さん、ありがとうございます。つよし12秒さん、ありがとうございます。でポテイトーさん、ありがとうございます。そうね、なんだろうね、そうなんか公演も久々な感じだったし、で昇格をさせていただいたので、ユニット曲にも昨日から参加させていただいたんですけど、はい、皆さんに初日、目撃者初日、何のユニットするでしょうって問題出してたと思うんですけど、正解は腕を組んででした。でした。結構みんな外れてたくないですか？外れてたよね。そう、結構なんだっけ、星とかあとサボテンも多かったかな、じゃないって予想してた方が多かった記憶があって、あんまりだからもうその時には私は答えを知ってたんですね。何を最初の日にするかは知ってたから、まあ全然書いてないって心の中でニヤニヤしてました。違うよそれって、違う曲だもんねって思いながら、なので正解はなんか2週間前とかにその問題出しちゃったんですね。ね、ユニット曲するの昨日なのに、それよりも2週間も前にそんな質問をしてしまって、しかも答えがだから2週間後ぐらいにしか皆さん分かんないのに問題出しちゃってさ、そんなんその日問題を出されたら絶対その日に答えがないとムズムズするじゃないですか、どういう問いでも問題でも。だから私こんな2週間前に出すの絶対に間違えてるなって思ってます。反省してます。それはちょっとね、長すぎた、シンキングタイムが長すぎたから申し訳なかったなって気持ちです。すいません。まさきさん、ありがとうございます。腕の向こう側腕を組んで星の、あら混ざってる。そう、腕を組んででした。そう、それで
あのですね、あ、外れたって方が多いみたい。やっぱりそうだよね。お、嬉しいです、ありがとうございます。ユニットとっても良かったです、嬉しい、ありがとうございます。そう、それで腕を組んでをさせてもらったんですけど、ユエルさんとレイヤと一緒にさせてもらいました。レイヤもね、そう、同期だからさ、嬉しいって言いに来てくれて嬉しかった今の文章の中に嬉しかった2回嬉しかったしか言ってなかったけど、そう、嬉しかったです。それで、あとナナカとかも、まあ、同期がいっぱい増えたって喜んでくれたり、そう、ナナカは元からね、ずっと私にね、チーム H で待ってるからねってずっと、もうずっと言ってくれてて、だから一緒に本当にこうやって昨日から一緒のチームになることができたのがすごく私的には嬉しかったなって思いました。毎公演ユニットシンポジだったりする？あー、どうだろうか。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、でもいろんな私が見れるかもしれないし、わかんないですね。でもお楽しみにって感じです。欲しかと思ってたね、欲しいかなって考えてる方が多かった気がしますね。そう、渋井ちゃんが星だったのね。で、イクノちゃんがサボテンでした。めっちゃさ、ちょっと待って、渋井ちゃんさ、そう、髪の毛だ。そう、だから、あれだ、ヘアアレンジもできるようになったので、で、私と渋井ちゃんとイクノちゃんは最初じゃないですか、最初のヘアアレンジ。だから、しようって悩んでて、で、渋井ちゃんは高いポニーテール、めっちゃ高いポニーテールしてて、で、生野ちゃんはハーフツインしてたじゃないですか。めっちゃ可愛かった、可愛かったね。そんなことないよ。嬉しい、美人も神だったって褒められてる、ありがとうございます、優しい。嬉しい、レイヤとの声の相性がいいって。こんばんは。ミラーモールを組んでっていう曲はないです。作りましたね、今わかるからね奈々ちゃんとの炎上路線もいつか見れるかな。ねえ、やりたい。ユニット書いてない、さすがにない、すごいどうなったら、ないですよ。あるかな、あ、ない、ないわ。ユニット
やばい、ユニット5回転面白い。なんかあれですね、だってもう全部衣装全部着てるんかな。チーム H の先輩の皆さんも喜んでました。そう、なんかねすごい優しく本当にお出迎えしてくださって嬉しかったです。なんか開演前とかもそうだし、公演中もそうだし、公演終わった後もそうだし、ずっとなんかいろんなそれぞれの方たちが本当にそれぞれ伝えてくれる感じ、いろんなタイミングで、なんか一緒のチームになれて本当に嬉しいよって言ってくださったり、なんか頑張ろうってやってくださったり、すごくなんだろう、なんか最初結構緊張してて知ってたんですけど、でもなんかそうやってチームHのメンバーの皆さんがやってくれたから、なんだろう、まあ、緊張は多分ねしてたけど、してたのはまあしてたんですけど、でもやっぱり今までアンダーで出させてもらったと、もらってた時もそうだったけど、やっぱなんかなんだろう、すごい心のどこかに安心感っていうのもねあったりで、でもそれは本当にたくさん声かけてくださったりとかしてくれてるからそう思えることなので、とてもなんか一緒に頑張ろうっていう風にお出迎えしてもらえたことがすごく嬉しかったです。そう、そして私は初めての公演の髪型は編み込みハーフアップにしました。なんかここから裏編み込みで後ろにつなげてハーフアップみたいな感じに してもらって、で髪の毛は巻いてもらいました。巻いてもらった。でやっぱり今めっちゃ硬くて、やっぱりね、今までストレートだったからやっぱり巻きたくなって巻きたいなって思って、あとこれもなんか今までは閉まってたけど、これが最近あります。最近というか昨日から。です。水色さんありがとうございます。こんばんは。あ、そうだ、それでそう、私ネイルしたの、可愛くない？初ネイルです。最初なのでちょっとシンプルにしてみました。可愛い、これリボンなの、これ見える、ほら可愛いでしょ、しましたそう、今日はその成人式があったんですけど、でそれのね成人式に下野さんとかリコピさんと花さんもね来てくださってて、そしたら先輩たちにみんな爪してるって気づいてもらって、みんなでへーっておめでとうって言ってもらいました優しい、本当に。昇格おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。腕を組んでめっちゃ綺麗だったよ、ありがとうございます、嬉しい。なんなん
本当に5回転はもうソロなんよ、ソロコンサート。ニョロコピーさんありがとうございますね。なんかすごい、なんかね、今年2024年になってまだあれですよね、8日しか経ってないのに、なんかいろんなあれでお祝いのメッセージ、いろんなことで、今年はまだちょっとしか始まってないのに、もうすでにいろんなことでおめでとうって言葉をたくさんいただけたしね、すごい嬉しかったです、ありがとうございます。年もね明けたりでね。憂鬱なバラさんありがとうございます。これから髪型も期待しています。なんかね、全然今までそのヘアアレンジをやってなかったからね、あとプライベートとかでも結構私ハーフアップとかはすること多いけど、他はそんなに何にもねあんまりしないから、何が似合うんだろうと思って、ちょっとこれから迷うと思う、きっと。もうすでに次どうしようかなって思ってる。まだ次で2回目のくせに、もう2回目にして何にしようかなってなってるから、もう私これから一生そうなる。何がいいんだろうか。でもほぼね、多分しばらくはねやったことないのが続くんだろうけど、埼玉のピーピロさんありがとうございます。ツインってか、そうね、多分これから迷った時はメールとかチャットとかで多分どうしたらいいですかって多分言うと思うので、もしその時はご協力お願いいたします。チヨシ12秒さんありがとうございます。そうね、だから昨日はそのチームエイチとしての最初の公演ですごくすごく緊張だったんですけど、でだから公演始まる前とかもゆうなさんとかさえさんとかに緊張してるでしょって当てられちゃって、バレましたって話してました。そう、とっても緊張したんですけど、でもねこれから温かくねお出迎えもしてくださいましたし、応援してくださる方たちもねたくさんおめでとうって言ってくださったり、応援してるよってたくさん声をかけていただいたので、これからチーム H として頑張っていきたいなって思ってます。お願いします、お願いします。でもなんかあんまりね、そっか、実感はどうなんだろう、実感しているのかな、わかんないけど、これからチーム HH って感じに私もなれるように精一杯頑張っていきたいと思います。
そう、おめでたいね、こうやっておめでとうって言っていただく、あのビッグな、私の中でのビッグな日が2日連続で続いてるから、こんなになんかおめでとう、こんないっぱいもらっていいんですかねって思ってるぐらいに、あのこの2日間でたくさんの方からおめでとうって言っていただけて本当に幸せです。ありがとうございます。なんか昨日は公演だったから、お見送り、劇場公演で最後終わったらお見送りをさせていただいてるんですけど、メンバーがあの来てくださった方たちをお見送りさせてもらってるんですけど、そういう時にね、本当にいろんな方から直接の生の声でおめでとうって言っていただけて、なんかすごく嬉しくなりました。ありがとうございました。あ、そうそうなんです、昨日はすごいね、そうそうなんです、ゆうなさんが、あのいつもはツンデレのゆうなさんなんですけど、昨日はちょっとツンが少ないバージョンゆうなさんだってね。目撃者公演の中でずっとずっとって曲があるんですけど、それの時にいつもゆうなさんとハートを作る振りがあるんですけど、一緒にハートを合わせるって振りが、でも最近、ここ最近ずっと完成できてなくて、ゆうなさん違う方向にハート作るから、私こうやってるのにゆうなさんだけポーンって違うところにハート作ってるから完成できなくて、なかなか成功できなかったんですけど、昨日はハートどころかハグしちゃいました。嬉しかった。でもあれですよ、あの年越しはハウステンボス、あ、待って、そこ、その話もまだできてないですもんね。年越しはハウステンボスで今年も過ごさせていただいたんですけども、そうで、今年はの年越しはあのメンバーが現地でカウントダウンは4カ所ぐらいに分かれて、それぞれの場所でカウントダウンするっていう感じだったので、そのカウントダウンが終わってからまたみんなで楽屋に戻ってきて、そこでみんな明けましておめでとうございますってやってたんですけど、でその明けましておめでとうございますってあのまた再会した時にゆうなさんが、あーチーム H だよってあのハグしてくれちゃいました。年越しして、そう2024年一番最初にハグしちゃいました、ゆうなさんと。すごい嬉しいって言ってくださったのが本当に嬉しかったです。嬉しかった。みなみさん、ありがとうございます。巻き下ろしとか見たい。ポニーテール、確かに。そうね、多分一旦一通りね髪型したらまたストレートに戻したいなってなるだろうけど、今は多分まだ巻くことが多いのか分かんないけど、髪型にもよりますもんね。ぜひ楽しみにしていただけると嬉しく思います。いろんなツインテールが見たいです。あ、ストレートでツインテールとか、巻き巻き巻いてるツインテールとかね、巻きも種類ありますしね、縦で巻いてるやつとか、コロネみたいになるチョココロネ。あ、ポニーテールが結構人気なのかな。あ、嬉しい、ひいろちゃんのチーム H の公演に行くことが楽しみです。ありがとうございます。
これからお弁当に続いて髪型も迷うようになる。そうでも昨日の公演、私結構優柔不断って言われてるんですけど、昨日の公演のお弁当はすいませんけど即決でした早かった。いつもっていうか最近多分お弁当早い気がします。多分さ早いというか普通の生地ベース標準って感じなんだろうけど、多分そこまでもう遅くない。でも多分これからは普通に髪の毛が迷っちゃうんだろうなって今確かに思いました。前にツインテールは自分でやるもんじゃなくて見るものだってドロータ発言してたよね。そう言いました。多分そのツインテールっていうのはその高いツインテールの話なんですけど、そう見るのはすごい可愛いって思うからたくさんやってくださいって思ってます。あ、どんどん相談してください。ありがとうございます。七日ヒーローレイヤー3人でツインみたい。でもお揃いとかもしてみたいですね。あ、そうやん、髪型迷ってもザワちゃんに聞けないもんね。そうなんだよね。連絡して聞こうかなザワチ今日公演があって髪型が決まらないんだけどわざわざ電話するという迷惑行為。あ、おやすみなさい。そう、私がちょっと遅い時間に配信を始めちゃったので申し訳ないです。ガッさんありがとうございます。そう MC では囲み取材みたいなヒーローインタビュー、じゃあヒーローインタビューしようみたいな流れになって、わーってなりながら、したらすごいいつの間にか気づいたら私の方にマイク、先輩たちが全員私の方にマイク向けててってなったんですね、その時。でもなんか終わってから客観的にその映像を見てみたらすっごい面白い絵でなんかじわじわなりました。私こんなにマイク向けられてたんだ、いろんな方面からマイク向けられてたんだって思って、面白かったです。ともちゃんさんありがとうございます。そうなんです。だからゆうなさんは昨日はちょっとツンが少なかったから、今日だけだからねって言ってたから、一生続いてくださいって伝えてください。ハウステンボスでのユーナ氏とのお話聞きたい。ユーナさん、なんだろう。あ、でも私はナナカと一緒にお蕎麦、そうお蕎麦を準備してくださってて、そう今年はお蕎麦に、去年もお蕎麦用意してくださってたんですけど、今年はなんとおでんも準備してくださってて、へーって感じじゃないですか。
で、そうお蕎麦を準備してくださったから、そう奈々香と一緒に食べようってなってて、で一緒に食べてたんですね。そしたら奈々香は途中で髪の毛をしてもらいにメイクさんのところに行ったから、こうやって引き続きね奈々香はメイクしてもらってて、私はお蕎麦食べてたんですよ。そしたら斜め前にゆうなさんが席あったから、こうやって私もちらっと来て、なんかお蕎麦一緒に食べる、ヒーローと食べるって、こっち向いて食べようって言って、こっち向いて食べてくれてました。嬉しかったです、めっちゃ。えーって思って、仕方ないから食べてあげるって言ってました。それで私はもう先に食べ終わっちゃったんですけど、そうミルンさんも一緒にいらっしゃったから、でミルンさんもお蕎麦食べたいって言ってて、そしたらユーナさんもそのお蕎麦にねもらいに行くのついてったから、その間に私は完食しちゃってこうやってもう終わってたんですけど、そしたらお蕎麦をゲットしたミルンさんも帰ってきて、ユーナさんも戻ってきて、そしたらもう私はお蕎麦食べてないんですけど先輩方がわざわざ後ろを向いて、ね、ミルンさんもいつの間にか一緒に後ろを向いて食べてくれてました。それは私はもう食べ終わってるから見るみたいな見たりお話ししながらみたいな感じでした。嬉しかったです。ん、待って、お、ちょっと待ってください、私はちょっと遅かったかも。陽一郎さん、ありがたまー、ありがとうございます、ありがとうございます。今年一発目です、一番ありがとうございます。うん、そうだ、あれだ、そうなんです、今年のさーちゃんの19歳の生誕祭こご展に出演させていただくことが決まりました。お願いします。なのでそう、本当は去年ここ店のアンダーで出させてもらって、で一旦しばらく出演する機会はないかなって思っていたんですけども、なんとさーちゃんがお呼びしてくれてね、ひーちゃんに出てほしいって思ってるんだけどって言ってくれて、え出たいって話して決まりました。なのでさーちゃんのお祝いを一緒に皆さんとできます。イエイ。そう19歳のね、さーちゃん、さーやさん、そうなんかだからなんかしばらくここ店はね、アンダーで出演できる人数が多分1人とかになるから、多分なかなか出演できないんだろうなって勝手に思ってたので、でもさーちゃんが呼んでくれたから出演することが決まって、なので初めてここ店でもうユニットをさせていただくので、そうさーちゃんのお祝いもしながら頭の片隅に何の曲やるんだろうって、私北川ひろは何の曲ユニットするんだろうって思っていただけると嬉しいなって思います。ひろちゃんの髪型かわいい。あ、これはですね、今日成人式だったんですけど、そう、それで
してもらってた髪型のこっちだけ外したバージョンです。こっち、ここはなんかね、多分まだ写真を載せられてないから、多分あんま伝わらないかもなんですけど、こうやってなんか紐みたいなので、こうやって お団子じゃないけど、なんかおしゃれにしてもらってたんですね。だからその部分だけ外して、でここでメイクさんが新たに結び直してくれて、くくってくれて、なんかちょっと巻き巻きしてくれて、こうなりました。だからあの頭のこのベースの部分はその成人式のまんまです。なんか成人式って不思議な感じ、今成人式があったんですけどみたいな言ってて、二十歳だってなりました。そう、今日何回もなってるんですけど、なんか改めてまた成人式かって、不思議だ。そう、結構早い段階からここで、そうあれだけなんかもういつ出られるかわかんないからみたいな話してたけど、意外と普通にね、あの割と早い段階でさあちゃんが呼んでくれたから出演できることになりましたので、よろしくお願いします。そうね、私もしばらくないと思ってたけど、さあちゃんがひーちゃんに出てほしいと思うひーちゃんにしてもいいって言ってたから、いいよってして、って出たいって言った。これも予想ねしてくれるのね。ギターの練習してる？わかんないじゃないですか、めっちゃ。何度も狙えか、この世界が、この世界が勇気のが見たいですって。さてこちらも何のユニットでしょう。この世界、ギターか何度も狙えか、この世界が勇気の中にか、おニューかジッパ、さてどれでしょうか。こちらの正解は1週間後の16日です。お楽しみに。やばい、これもちょっと早く問題出しすぎた。編み込んでる？わかんないんだよね、ごめんなさい。なんかね、もうあのそのね、なんか後ろだけこうやって紐っていうか縄みたいなやつでこうやってやってくださいってオーダーをさせてもらったら、メイクさんがここはもうやってくれました。可愛くお任せって感じなので、どうなってるんだろう。でもなんか多分こういう髪型は公演の時とは違うじゃないですか。だからメイクさんもね、こうやってやれるの楽しいって言ってくれて嬉しかったです。今ちょうど七日から連絡が来て、
成人おめでとうってめっちゃ似合っとったよって今連絡が来ました。嬉しい嬉しい。そんな中はね、私が成人するのをすごい楽しみに待っててくれる。そうもうめっちゃ楽しみ、もうすぐやんとかめっちゃ言ってくれてて、そうな、もう私以上にね成人、なんか私じゃなくてもう奈々香が成人式迎えるのかなっていうぐらい、そう楽しみにしてくれてて、まあ誕生日は私は23日なので、もうちょっとまだ今は10代なんですけど、いよいよもう本当に二十歳だって感じです。不思議な気持ち。かわいい。妹いくのちゃん推しなんだけど、ひろちゃんに手振ってもらって喜んでた。よかった。いくのちゃんマジハーフツインが可愛かったね。ピョコピョコしてたもん。ね、さーちゃんの真似上手だったでしょ。たくさん見てるんだから。だってやっぱきっと裸足になって練習してるんちゃうって。裸足かも、裸足かもしれない。ギターかき鳴らしてるかもしれない。お盆ひっくり返してるかもしれないし。うん、何であっても楽しみです。嬉しいです。お楽しみにお願いいたします。ヒーロー心の端のソファー絶対似合うよな。嬉しい。周年でマイさんとココッペと12周年の特別公演でマイさん、ココッペ、リンカがやっててめっちゃ可愛かった。そうなんか、そうマイさんはねわかるじゃん。でさ、あのココッペとリンカはさ、あの初めてじゃないですか。だからでも初めてだけど、あのなんだろう、なんかね、その衣装を着る前から私はもう頭の中でもう想像ができてたんですよ。ココッペとリンカがあの衣装を着た姿がもうなんかパッて頭に浮かぶ感じ、あもうこれって絶対似合うってことだと思ってめっちゃ本番楽しみでした。12周年の特別公演、劇場での公演でね、やっぱ似合ってたでしょ。もう私のね頭の中でその想像してたリンカとココッペが本物で いたからめっちゃ似合ってた。めっちゃ良かったです。え、かわいい。あ、そうだ、だから今日は成人式だったので、あの成人の日を迎えましたっていう投稿させてもらったんですけど嬉しい。どうでしたか。似合ってましたか。振り袖見てくれましたかね。 X に投稿したんですけど、そうなんですよ、成人でインタビューたくさん記事にしていただいてて、なのでぜひチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。な、あの二十歳の目標とかを書いてたりしますので、結構いろんなことをね書かせていただいてるので、書いていただいてるか、
そちらの方のチェックも、インタビューのね、本当にたくさんいろんなところで記事にしていただいてて、で、あのお友達が連絡くれたんですけど、あの LINE ニュースになってるよみたいないろんなところでね、ニュースになってるのをここに載ってたよとか、これに載ってたとか教えてくれてて、なんか可愛かったです嬉しい。付き合うよ、ね、ここペリン、そう、もうイメージぴったりだったので、リンカも本当にぴったりだったんよ、私の中で。本当にもうなんか二人のその、もうこれ何回言うんって感じですよね、さっき言ったもんね。そう、それぐらい似合ってる自信があったんです。だから本当に似合ってたから、そうやんって心の中で一人で勝手に思ってました。そう、なんかすごい話がいろいろ前後して戻ってあっちに行ってみたいな感じになっちゃうんですけど、あの昨日の目撃者公演では、最初ね、今年の目標を書き初めで書いたので、それを発表するっていうのがあったんですけど、私はアイドルオタカムバって書きました。もうこれはそのあの時緊張してて言いたいことをちゃんと言えてなかったと思うんですけど、そのアイドルオタカムバってのは本当文字通りで、アイドルオタクカムバックってことなんですけど、そう、ね、自分がこうやって HKT の一員になってからは、そう、今までは HKT の公演を見に行ったりコンサートに行ったりとかはあったけど、他のアイドルさんは1回ぐらいしか行ったことなくて、ほとんどが HKT って言ってたからってなったらさ、私そうね、 いろいろ行かせてもらった HKT のメンバーになれてるわけなので、ね、メンバーだから行くことないじゃないですか。ってなったら、あら、2023年あんまりアイドルの曲とかは聞くんですけど、たくさんいつもね、普段からすごい聞いてて、アイドルお話し会とかでもなんかアイドルのお話をすることもあるんですけど、そう、そんな感じで曲はね、すっごい聴いてるんですけど、なんだろう、そう、現地にライブを見に行かせてもらったりっていう機会が本当にパッタリとなくなったなって思って、だからちょっとこれはやばい、初心取り戻さなきゃってあの頃の気持ちやばい、なくなってたと思って、あのカムバックさせたいと思いました。なので、あの一緒に行ってくれる方を探しながら、でもそれのお話してる時、舞さんがすごいアイドル詳しくてね、好きじゃないですか。斜め後ろに舞さんがいらっしゃったんで、お願いしますって言ってました。振袖とっても似合ってた、嬉しい。白い振袖にしたんですよ。本当に振袖選びもね、させてもらったんですけど、4人で一緒に行ってって感じだったんですけど、その時もあのすごいいろんな種類たくさんあって、で小物とかもたくさんあるので、本当にその小物、振り袖もそうだそうですけど、やっぱりその振り袖に合わせる小物で
を変えるだけでも結構印象が変わったりするんですね。だから、まあ、こっちも可愛いけどこっちも結構雰囲気変わってめっちゃ可愛いみたいなのがありすぎて、まずそもそもの振袖を選ぶ段階でもたくさん種類が、ね、用意してくださってるから、たくさんあって本当に迷って、でようやくこれにしようって決めれてからも、その小物をね、こうやってそ合わせると、どっちにしようって結構考えました。それで最終的に投稿したような写真の振り袖が完成しました。結構ね、何回もこっちもやってみたいですってやってもらって、みんな時間をかけて選ばせていただきました。あ、そうだ、見学ではそう見に行かせていただいたりとかはあったんですけどね、ライブ。そう、プライベートでどこかに足を運んでっていうのがなくなったので、そうね、頑張ろうって感じです。そう、最初本当に振り袖の色を迷ったんですけど、やっぱり大人の なんだろう、私なんかね、すごい成人っていう大きな節目じゃないですか。なんか大人に近づくっていう、なんだろう、そういう段階なのかな、なのかなっていうか、なので、なんか自分の中でちょっと大人っぽく、いつもと違う雰囲気にしたくて、本当に成人しますっていうのを前面に出したかったのもあって、なので柄とかも結構本当に古風というか日本っていう感じのものを選んで、で白だからすごい落ち着いてるというか、本当にお着物っていう感じで、でもその中にいろんな本当に黒とかオレンジとかいろんな色の色が散りばめられてて、それで白でめっちゃ落ち着いてるけど、すごいお気に入りの振り袖を着ることができたことがとても嬉しかったです。振袖に合わせて髪色まで白くならんでよかった。確かに、確かにじゃないか、全然確かにじゃない。やばいね、それは本気だ。でも白、もし振袖が白だったら白にはしないかしらとは思う、わかんないけど。黒です、髪色は変わらず黒でした。そういうことね、ネイルが可愛い系だったから可愛い系の振り袖ってくると思ってたって。なんかでもこれは結構シンプルだから何にでも合うかなと思って、なんか好きなのにしてみました。そうなんです、本当にお気に入りの振り袖に完成させていただくことができました。まだ2024年始まったばかりなんですけど、本当にこの2日間でたくさんのお祝いのメッセージをいただいたり、直接言っ
っていただいたりもあったんですけど、すごいなんかね、この2日間でなんかさらに本当に感謝の気持ちでいっぱいになったし、すごいやっぱり素直に嬉しい気持ちがやっぱり一番に来るから、こうやってお祝いしてくださる方がいるんだなって思えてすごく嬉しくなりましたね。チーム H としての初めての公演も皆さんが本当にね、あったかくお出迎えしてくださったから、すごくね、心にもなんか安心感も持ってて、そう、全力でパフォーマンスができたかなって思ってるので、はい、よかったなって思います。そして成人式も今日お迎えそう、迎えさせてもらって、やっぱり節目というか一旦区切りではあるじゃないですか。だからね、大人の仲間入りでもありますし、ここからまた気持ちを入れ直して2024年は全力で、それは変わらずね、駆け抜けられたらいいなっていうふうに思いますし、ね、やっぱりそう、インタビューの記事見てくださった方は知ってるかもしれないんですけど、そう、自分の理想としている大人というか、そういう素敵な女性になれるようにこれから頑張っていきたいなって思ってますので、よろしくお願いします。そして皆さん、本当にこの2日間たくさんのお祝いをしてくださってありがとうございました。とても昨日はその初日だったし、すごく始まる前から頑張ってねっていうのもたくさん 見させてもらってたので、すごく励みになってました。励みというかパワーになってました。ありがとうございます。はい、それで成人式も今日終える、迎えることができてましたので、あとはもうすぐ20歳になるのを皆さんで待ちましょう。待たなくてももう多分あっという間に来る気がするんですけど、はい、なんかいろいろなね、このなんだろう、人生っていう大きなの塊で見た時でも、多分この成人式とこうやってチームに所属させていただいて初めての公演っていうのは、やっぱり本当に大きすぎる日だと思うので、この2日間はすごい多分ずっとね、大きな出来事として残り続けると思うから、なんだか本当にそういう、まあ、全部は大事なんですけど、そういうグッて特別な日がこうやって連続で続いて、たくさんお祝いをしてくださったことがすごく嬉しかったです。ありがとうございました。それでは、遅くにだったんですけど、配信を見てくださってありがとうございました。ランキングを読みたいと思います。読みますね。2024年最初の配信です。13位、みんなみくさん。12位、みなみさん。11位、太陽さん。10位、憂鬱なバラアットマークソミンさん。9位、ガッさん。8位、ともちゃんさん。7位、ビーバーアットマークリン家族さん。6位、ニョロコピーさん。5位、つよし12秒さん。4位、ポテイトアットマークヒーロちゃん新成人おめでとうさん、ありがとうございます。3位、切腹さん。
2位水色さん、そして1位は陽一郎さんでした。ありがとうございました。遅くに始めた配信なんですけど、2024年最初の配信ということで、今年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。遅くまで見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。さようなら。